もう3時間以上今日歩いてるからね、くたくたや。失礼します。左に右どっちやろ。左じゃなさそうやな。右上がったところやもんな。どうだ、右か。山の上やん、完全な。どう、手を使わんと上がられんかね、これ。なんか引っ張らんとこ。おい、すごい傾斜でございます。登られへんな。いやいや、墓地の中うろうろしてたからね。これこのリボンが巻くでね。これはすごいわ。最後はどうしましょう。これ最後どうやって上がりましょうか。これカズラ引っ張って上がりましょうか。下が緩いし、よしよし、まだかい。これか、これまっすぐ切ることかね。これまっすぐ切る。いやー、イノシシがいっぱい掘ってるぜ。これをここやね。323号。あ、やっと来ました。これは大変だ。コフ山。323号。何も看板ないか。看板なかったです。あ、これね。いや、上の石割れてるしね。怖っ。ああ、今でも崩れそうな感じやけど、大丈夫かね、これ。ね、石室。これが、手前で蓋するのやつやね。これ珍しいらしいけど。これ、入りたいけど、なんか怖いの、これ。これ、笑ってしまった。怖っ。上にトタンはめたのかいね。この山の上までね、大変でございます。こんな石運ぶの。上がってくるだけでも、一苦労なのに。なるほどね。合わせ石はね、これ完全に。真ん中でね、あれで落ちないように、毎月やってくれてますけど。で、これは横にね、ちょっとずれてんよね。ちょっとずれてます、これ。ほんで、これ、攻めを塗ってんじゃね、これ。これ、攻めかね、これ。割れてるからね。はい。やっとくれました。ありがとうございました。小瀬山は323号砲。なかなか面白いね。石棺が入ってますよ、これ。早くなりましょうか。ありがとうございました。あ、ここにほら、一辺 114.8m、323号砲。はい。ありがとうございました。ここまで来るのに、大変でございました。あ、下りも大変ですよ、これ。
傾斜がすごいんでね。あら、イノシシが掘ってまして、これさ、イノシシおりません。この辺も掘ってますね。これ糞丘で、これ糞丘入られんか。これは大きな小骨がそう。まあ、一応よくんだろうな、これ。えぐいやね、これ。これ769号本でどこあんの？ああ、その後向こうの裏で、ね、それちょっと確認できるなんだね。一瞬回ると思うんだけど、ここ323号本やから、ああ一瞬回ってもないけどね。しかしね、上こんな感じの高まるないやけどね。どれのことを言ってやろうね。この辺のこと言ってんだね。よいしょ、登りましょうか。これ来たんかね、これも。すごい山が上がってきたんだ、これ。これどうやって降りるの、これ。座りましょうか。座りながら行こうか。危ないな、これ。どこや。どこだ。どっとこないの。これ、カズラ。カズラ持って。これはちょっとお勧めしますんで、登山口と生きるぐらい元がありませんね、これ。ものすごい急高でございます。いや、また下がってるね。こんなとこ上がってきたのかね、こんな急なとこ。どうしましょう。この木でも持つか。よいしょ。よいしょ。大きなお墓がありますから、その脇を通って指上がっていたら、見たいからね。323号本なかなかいい石棺見れますよ。ちょっと怖いけどね、上がね。上は慣れてませんけどね。
トタンカーの果てやったね。はい、ちょっとこの中でゴロゴロしすぎたよね。あれ一言まっすぐ上がってくれ言うからね、迷わへんねんけどね、迷ってまった。はい、補正古墳群323号線でした。ありがとうございました。